はい、どうも皆さんこんにちは、モーシンです。今回僕は今淡路島に来ていまして、まあ、業界の関係者の人と一緒にコテージを借りて、まあ、バーベキューとかしながらいろいろねこう仕事の話をしていこうというふうなねこう会合があって、この淡路島に来ているんですけれども、まあ、その関係もあってあんまり時間がないのでサクッとですね今の状況とあと今後の相場分析とか、そのあたりをですね今日はやっていきたいと思います。ちなみに僕が運営しているトレードスクールグローウェイズですが、9月の30日まで限定50名で募集をしておりますので、ぜひね概要欄からチェックしていただければと思います。じゃあまずは今日の仮想通貨市場の動向からなんですが、ビットコインが今920万ということで 1.4% の上昇、イーサに関しては37万6000、 0.3% のダウン。ただアルトコイン市場全般的に見てもやはりちょっとねアルトコインが強い気がしてきましたよね。もちろんビットコインも強いんですが、イーサも強いし、アルトコイン特に重要な主要銘柄ですね、まあスイなんかはものすごい上がっていますけれども、今日はカルダノなんかも一気に上昇しています。まあ今後まだまだ上がっていきそうな通貨ありますので、それちょっとこの後のテクニカルでしっかり見ていきたいと思います。で、昨日のアメリカの株式市場でビットコインは結局6万4000ドルをまあ試して、今これをですね維持できるかどうかっていうところまで来ているんですが、一応昨日ですね中国が異例の緩和パッケージでですね利下げを行ってきたということで、まあ経済失速に強いね焦りがあるんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。で、その緩和パッケージって何なのかっていうことなんですが、まず政策金利は 0.2% の引き下げらしいですね。その他銀行が中央銀行に預ける預金準備金ですよね、ここも 0.5% 幅下げて、銀行がまあお金を貸し出しやすくすると、まあ市中にやっぱりお金をですね供給する、流動性を上げるっていうことが目的なんですけれども、まあ、こういった結構強気なですね緩和政策をやってきたということで、約20兆円の資金を提供するということを決めてきたらしいですよね。で、界隈ではこの中国の流動性の緩和によってですね7万8000ドルまでビットコイン上昇するんじゃないかと、まあ、そんな風なですね予想が出ています。この中央銀行の流動性がビットコインの需要を押し上げるということで、実は過去にも中国人民銀行の金融緩和、ビットコインのようなリスク資産の大規模な上昇に先行していたりするっていうことがですねデータとして出ているんですよね。例えば中国人民銀行は2023年10月に逆レポを通じて3677億ドルを注入したと。2024年1月にはこの R3 つのやつは預金準備率ですね、これを50ベーシスポイント引き下げることで1400億ドルを注入したと。まあこれが今回と同じようなですね、取り組みになっているわけですけれども、これらの刺激策を発表した後ビットコインの価格は 100% 以上上昇していると、まあ、そういうふうな実績があったりするんですよね。それから今日僕がですねツイートもしたんですけれども、まあやっぱり世界の中央銀行たちがみんな利下げをしていると、まあもちろんアメリカもこの前やり始めましたし、世界各国がやっていく中でこの M2 のマネーサプライ、まあ、世界の中央銀行の通貨供給量が非常に増えてきてるっていう話がですね今巻き起こっているわけですね。で、この M2 のマネーサプライとビットコインの価格、これまでかなり強く連動してきた過去があります。で、今後その M2 のマネーサプライ、こんな感じでですね増加していくんじゃないかっていうふうに言われているんですが、予想されているんですが、ビットコインの価格は今この辺なんで、過去からいくとこの M2 のマネーサプライが上がった後にビットコインが上がってくるっていう動きが過去見られていますので、同じような感じになるんじゃないかっていうふうに期待されているという状況ですね。はい、ちなみにアメリカの利下げ、これがですね一番重要視されるわけですけれども、11月のアメリカの利下げ観測、これに関して前回と同じく 0.5% 下げてくるかどうか、今予想は五分五分の状況になっているということらしいですね。なので今後の経済指標も非常に注目を集めてくるんじゃないかなと思います。今日に関しては、23時に8月の新築住宅販売件数ということで、まあ、経済の先行指標としてこれも注目されると思いますし、やはり明日ですね、GDP の確定値が発表されるのと、あとパウエルさんがねどんな発言をするか、まあ明日ね初記者会見がありますけれども、ここで、今後の相場感がですねちょっと見えてきたりするんじゃないかなと思います。ただなんといってもやっぱり今週末の個人消費支出、まあ PC ですね、これも一応注目されてくると思います。今やっぱり雇用がねどうなるかっていうところが、FRB もですね注目ポイントだということを言っているんですけれども、やっぱりそことこのインフレ、個人消費支出っていうところはね切っても切り離せない関係がありますので、まあ、これがね、予想通りになればそんなに大きな動きはないと思いますが、引き続き予想外れた場合は大きく動く可能性ありますので、注目をしておかないといけないかなというふうに思っています。まあ総じて見てやっぱり中央銀行がどんどん利下げしてくるっていうふうなフェーズに入ってくる中で、まあ大口たちも結構買い込んでいるよっていうことが出ているんですよね。で、直近低迷していたイーサ、ここ最近ではねちょっと上がってきましたけれども、イーサリアムのメガクジラが1億8500万ドルの買い増しをしていると、売り圧力をこれによって緩和しているんじゃないかっていうふうな報道も出たりしています。まあこんな感じで約、まあ、10日以上前からですね、2週間ぐらい前からイーサのクジラがですねどんどんこう増えてきていると、まあ蓄積量を、まあ、買い増ししているっていうことがデータとして現れています。まだ思いっきり買い込んでいると、どんどんこうフォモによって取り残されたくない恐怖によって買っているかっていうと、そこまではねなってないんじゃないかなと思うんですが、まあただ10月からね仮想通貨市場上昇してくるというふうに期待されている中で、いい準備をねしているんじゃないかなと僕は思っています。はい、そんな中で短期的なビットコインの動向なんですが、やはり6万5000から6万4000、ていうかこの両者ですね、ここが意識されているという
という状況となっています。今抵抗ラインの中に入ってきています。まあこれは後でねテクニカル見ますけれども、6万4000から5000の抵抗帯、ここが過去ずっと意識されてきたんですよね。なので突破するとなれば6万5000ドルで、これを抜けられないっていうふうに判断されるのは6万4000ドルということで、まあ、これをどっちに抜けるかっていうところが直近のビットコインの注目ポイントになってくるんじゃないかなと思います。今 OI 見ていくとかなりこうポジションを取っているっていう動向が示されていまして、 OI がどんどん増えてきてるんですよね。なのでこの次の動き方に関しても大きく動いてくる可能性があるっていうところはしっかり考えておかないといけないかなというふうに思います。その中でまあ重要なのが板の状況なんですけれども、まあこれは引き続きですかね、6万5600付近まで厚くなっているということで、まあこの6万5000付近が意識されているというふうに考えていいと思います。下に関しては6万4000ドル付近もちろん意識されているんですけれども、そこから6万2000、6万1000、それから6万ドル付近にかけてコンスタントに厚くなっていますので、このあたりがまあ買い支えをしてくると、一旦下がったとしても買われるんじゃないかなと予想をしております。こういった外部関係を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。じゃあまずはビットコインの日足からなんですが、今が6万4200ドルということで、この6万4000ドル台に昨日到達しました。今日足で見ると本当にじりじり上昇してきている状況の中で、まだね下を選んでも全然おかしくない状況かなと思っています。まあ、特に今日の夜とかで、明確にね上に方向感を示すことができなければ一旦下がってくる可能性は大いにあるんじゃないかなと思います。でもし下がってきた場合、おそらく6万1500付近が次のターゲットポイントになってくると思います。まあ、ここは非常にこれまで意識されてきましたので、一旦下がったとしてここまで落ちてきたとしても、まだ移動平均線のゴールデンクロスだったりとか、この水平線に支えられるんじゃないかなと思っています。下がって下がったとしてもまだまだ上昇トレンドを崩さないというふうに予想しております。ちなみにこれ6万5000ドルを突破したら一気に6万8000まで行くと思います。というのも前回ですね、それと同じような傾向になっていた時がありまして、それが7月の時ですね、6万4000ドルを明確に突破したところから一気に6万8000まで急上昇しました。まあ、結果的にはそれを維持することができなかったわけですが、まあ、直近の高値も超えていくっていう風な場面でありますし、この移動平均線密集を超えていくっていう場面でもありますので、この6万5000ドルを次突破できれば7万ドルにかけてこう期待がですね高まるような、そんな相場感になってくるんじゃないかなと思います。でちょっと懸念なのは、まあ、短期的な動向ですけども、4時間足見るとダイバージェンスがね、アレサイトのダイバージェンスが形成されておりますので、ちょっと勢いがなくなってきたかなっていう感じはあるんですよね。なので早いうちにやっぱりこの辺6万5000ドル付近を突破できるかどうかっていうところが勝負の鍵になってくるかなと、まあ一応まあ今週中っていう感じで見ておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね一旦調整されることも考えられなくはないですが、最終的には6万4000を抜けていく可能性が高いということで、基本的には下げたところからロングに入っていくっていうのが今のですね一番重要な戦略なんじゃないかなと思います。まあ、イーサも結構上げてきましたね、2620ということで、今日のところはほとんど動きはないですが、ここから大きく売られるっていうのはまあなかなか考えにくいと思います。直近でしっかりダブルボトム作ったりとか、あとここのですねネックラインも超えていってるという実績があります。それからここの水平線ですね、2530付近もしっかり抜けていると、ここで支えられるような感じの動きも見せましたので、まあ、しばらくは底堅い動きの中で3000ドル付近を試しに行く相場が続くんじゃないかなというふうに思っています。それから不気味な動きをしているのが XRP ですよね。今が59セントということで、移動平均線完全に密集しているところを抜けています。今短期的なこの三角持ち合いももうすぐね抜けようとしているっていう状況に入っていますので、まあ、本当にこれいつ抜けてもおかしくないと。ターゲットポイントは、以前から言っている通り63セントだと思います。これを抜ければ一気に70セント突破というところが見えてきますので、はい、直近の動きしっかりですね注目をしておかないといけないかなというふうに思っています。なんだったらデイトレ的にはもうちょこちょこロングに入っていってもいいんじゃないかなと僕はね個人的には思っています。それからソラナも強いですね。今が150ドルということで、まあ、一旦この150ドルラインで若干抵抗されつつあるような状況ですけれども、移動平均線20、50、100しっかり突破していますので、引き続き強い動きが形成されるんじゃないかなと思っています。その中で驚きの上昇を見せているのが水ですよね。今が 1.76、 この 1.6 付近で昨日ちょっと調整されましたが、それももうお構いなしということで、直近のショート勢をどんどん巻き込んで一気にまあ成長してきているっていう状況です。もう気づいたら前回の高値付近まで来ているんですよね。ちょっと本当にびっくりな上昇なんですけども、まあ、それだけ出来高もね増加しているということで、市場の総意で買っていると、まあ、非常に強い、まあ、本当にバブルのような状況なんじゃないかなと思います。もうこれどこでね調整されるかっていうのはよく分かりません。ただこの価格帯別出来高見ると、この 1.6 付近、まあ、前回ちょっと調整されるかなっていう昨日言っていたポイントですけど、ここの価格帯別出来高ってめちゃめちゃ上がってるんですよね。なので一旦調整されたとするならば、この辺で底固めをしてくるっていう可能性が高いのかなと思ったりはしています。ただ今のこの強さちょっとねどこまで強く動くか予想できませんので、ロングに入る方はもうちょっとね大きく下げてくる相場を待たないといけないかなと思います。はい、それから温度ですね。今が 0.77 ということで、この言っていた 0.75 ドルの重要ラインですね、これを突破することに成功しています。これを維持できるかどうかっていうところが直近の注目ポイントになってきます。過去2回は維持することができませんでしたが、今回はどうなんでしょうね。まあ、一応市場の全体的な機運も高まっている状況ですので、まあ、支えられてもおかしくないんじゃないかなって思うのと、やっぱり
4時間足レベルで綺麗なね、この上昇トレンドを形成しているっていうところと、若干こう出来高も上がってきてるんですよね。その辺考えると、まあこの辺守ってくる可能性は大いにあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、それからカルダナも昨日急上昇しました。今が38セント。まあ底固め完全に形成したっていう感じでしょうね。ここからは40セントを抜けられるかどうかっていうところが注目のポイントになってくるわけですが、日足レベルでは25、50、100ちゃんと抜けていますので、下がった相場、例えば35セントまで行ったとしても、そこから買い支えされて、まあ反転に向かっていくような準備をね、しているような形状かなと思います。ここから強く動きそうな感じがしますね。あと注目しているのがユニスワップ。まだ大きな上昇にはつながっていませんが、今が 6.97、 この7ドル付近が直近のネックラインになっているんですけど、これを抜ければ一気に急上昇すると思っています。はい、本当に時間の問題なんじゃないかなと思っていて、特に4時間足レベルでも移動平均線ゴールデンクロス形成して、まあ、綺麗な上昇トレンドを形成中っていう感じなんですよね。まあ、アセンディングトライアングルっぽい形もね作っていますので、この7ドル付近からの上昇は期待していいんじゃないかなと僕は思っています。はい、最後ドル円ということで、今が 143.3、 はい、言っていたここのラインを突破することはできませんでした。これが144円ラインですね。はい、なので結局抵抗されてまた下に向かってきているということなんですが、ここからは大きく売られるっていう感じよりも一旦もたつくんじゃないかなと思います。この142円付近ですかね、ここのサポートラインで結局ここで抜くことができなかったっていう感じになっていますので、まあ、ダブルボトムをつけに行く、まあ、一旦このあたりでショート勢も清算されて、一旦こう市場がですねフラットな目線に戻ってくるのがこの141円付近の価格帯になるんじゃないかなと思っています。ただいずれにしてもここでドル円がこの下落トレンドを終えて反転してまた150円台に戻ってくるかっていうと、そういう動きでは基本的にはないと思いますので、引き続きこの辺、まあ、じりじり横ばいになりながら最終的にはガクンと落ちるっていう風な可能性が高いんじゃないかなと思っています。ということで今日はサクッとですね、今の仮想通貨市場の動向をまとめてみました。まだまだ今週重要イベントが控えてくる中で、ビットコインがこの6万4000ドルをしっかり今週維持できるかどうか、これがめちゃめちゃ重要になってくると思います。維持できればアルトコインも結構ね盛り上がってきていますので、そのまんまアルトがまた一気にね火を吹く、特に XRP とかあとはチェーンリングとかもそうですよね。そのあたりが上昇してくる可能性が結構ね高いんじゃないかなと思っています。まあ、そのあたりの動向、明日からはね通常通り動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録して、あとはツイッターの方もタイムリーな情報をね定期的に配信しておりますので、ぜひツイッターの方もフォローだけいただければと思います。今バンテージトレーディングでは新規登録15,000、そして初回入金 120% ボーナスのキャンペーンをやっています。バンテージはもう仮想通貨のスプレッド世界一です。圧倒的にスプレッドが狭いということで、コンスタントにトレードする方にとっては一番いい取引所になっています。ぜひ概要欄から試してみていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。